はい、どうもこちらです。今回はトレクルの特訓の森の闇の攻略をしていきたいんですけども、攻略というか解説だけです。攻略動画ではないので、攻略見たいよという方はすみません、ちょっと別の動画見てください。俺出してないけどね俺以外の別の人の動画見てください。で、まあちょっとそんなに難しくないので、というか今更だしね、今更なのでもうちょっともう解説だけっていう感じでいきたいと思います。今ちょっと画面見せらんないんですけど、一応今ウィズさん見てます。で、まあ、こっちの画面に映ってるのは、トリクルの、この一面編成の画面だと思うんですけども、別途でちょっとウィズさんの方を見ながら、パソコンとか見ながらちょっと見ていただければ、分かりやすいかなと思います。ちょっと見せなくてごめんね。多分ちょっとね、大人の事情で多分ダメだと思うんで、見せないんですけど。まずね、16回あたりかな、難しくなってくるのは。16回でマゼランが出てきます。インペルダウンのキャラたちが出てきます。で、まあ、毒付与されるんで、まあ、これを、だったっけ、レイジュで解除しなきゃいけないって感じ。で、その前のキザルに関しては、まあ、ここでも正直、なんかレイジュ使いたくなるんですけど、ここも無視しちゃって大丈夫です。もう適当に誰か使ってください、ここ。適当に。適当に誰か使って OK です。で、16回普通に突破します。16回別にターン稼ぎする人ないんで、突破しちゃって大丈夫です。で、17回。で、ここが、スモーカーがまず、実露出現率ダウンをしてくるので、だからここ、あれかな？誰やったっけ、俺。普通に、ジャッジかな、使ったの。状態異常無効がないよね、多分ね。だから、猫まぶし使えないんだよね、多分ね。っていう感じなので、ジャッジで、誰だっけ、スモーカーとヒナ。全然出てこない、名前が。スモーカーとヒナ倒して、で、前列の、ガープと、戦国を残していくパターンで OK です。で、どっち残すかっていうと、ガープかな？俺はガープ残したかな？まあ、ガープって書いてますね、ビズさんは。なんで、ガープ残して、実ロの出現率ダウン10ターンあるので、それを、解除できるまで待ちます。ここでだから単稼ぎしますね。で、ダメージ軽減がついてるので、まあそんなにだと思います。大丈夫ですね。で、18回、ルフィアンドエース。で、ここでもうルフィがもう大幅に削ってきます。で、削ってくるんだけど、ね、これ削られたらさ、普通背面に悪く打ちたいじゃん。これ打っちゃダメです。これ打っちゃダメ。これ気をつけて。18回のルフィアンドエースで打っちゃダメ。で、誰打つかっていうと、猫マムシ。でいけるんかな、猫まぶしだけでいけるかな、ちょっと不安残るね、猫まぶしだけだとね。だジャッジだったら多分いけると思うんだよね。ジャッジ使うかな、まあ、ジャッジと猫まぶし最悪どっち使ってもいい、両方使ってもいいけどね。どのみち17回ため直ししてるんで、多分ジャッジは2体残ってるはずです、多分。なので、まあ、ジャッジと猫まぶし使って大丈夫です。ロミジ、ネコマムシに関してはもう次の回使えないんで、19回で使えないので、ネコマムシは OK です、使って。で、ジャッジがどうかって感じかな。スキルマだったらもう全然いいかな。スキルマじゃなくても、まあ、単化石すればいいんでね、その分、17回で。っていう感じなので、まあ、2体使って OK です。で、19回、黒い家族団。これがまあ、厄介で、属性スローを振り扱いにしていきます。なので、ここで、先に、こいつね。はい、このキャラ。バイオレット。もうこれがいい、すっげえいい。視察発動時に、体力が半分以下であれば、すべて肉練にする。ので、船の効果と合わせて、必ず得意スローとなります。ただまあこれで、もう、ガガッて突破できます。これ良いですね。いや、ここジャッジ使ってもいいんだけど、どっちでもいいかも。ジャッジ使わなくても、正直この体力の少なさだったら、余裕でジャッジパーだったら倒せます。相当揃うんでね。まあ一応ジャッジ残ってるならジャッジ使っていいかな。ジャッジ先使ってからバイオレットね。ジャッジ、バイオレットでマルコの順番。マルコまあ早めに打っとけばいいんじゃないかな。で、順番でまあ倒しちゃいます。ガガーっと。で、倒す順番に関しては、そうだなぁ。まあ、まずシルは絶対。シル絶対で、その後で一旦のキャラかな。だから、オーガーとラフィットが一ターンで出るのかな、これ確定かな、で出るんで、まあ、毒気も倒さなきゃいけないんで、まあ、結局、だからバージェス残しって感じですかね。
うん、バージェス残しして、属性スロット振り扱い、これ19ターン続くので、これ頑張ろう、耐えよう。これ実際全然耐えれます、これ余裕、うん、あのダメージ軽減がだいぶでかいんで、でマルコは全回復してるんで、で途中でレイジも打てるので余裕です、結構、うん、っていう感じです。で20回に関してはまたもう結局19ターンもため直ししてると、クレイゲンの時にはもう絶対ため直せてますね、ため直せてるんで、でまあ黒ひげ、まあ叩けばいいだけです、正直もう余裕ですね。 50% 以下で殺技してくるのかな、うん、なのでまあそれだけ気をつければいい、ってかそれやられても多分大丈夫だと思うんだよね、うん、でまあだから通常攻撃で半分まで削ってもいいし、ちょっと体力やばいんであればジャッジ片方使って半分ぐらいまで削っといて、で半分以下からジャッジと、もう一人のジャッジと、ネコマムシ使ってドン終わり、うん、20回まで来ればもう余裕ですね。ワンパンちょっと多分ね無理だと思う、多分ただまあ20% 以下で必殺技してこないので、正直なんかレイジとか使っとけば通常攻撃だけでね、多分属性スロット振りかがもうなくなっていれば余裕なので、うん、なんとかなると思います、とかもうどうにでもなる気がしますね、これに関しては、うん、っていう感じです。なんでまあこれ本当やり方さえ間違えなければスロット運関係なしで倒せます。確定スロー編がいるからね、うん、バイオレットも確定スロー編、ネコマムシも確定スロー編なので、よっぽどはねスロット運悪くないとっていうところだけど、ジャッジジャッジだからね、心属性いっぱい出るから、まあ心属性って言ってもジャッジ2体とレイジしかスロット有利化はされないんだけど、まあそれでもね通常時 2.25 倍でしょこれで、ダメージ軽減もついてるので正直だいぶ安定はします、うん、なのでこれはおすすめなのでぜひぜひ、やってみてください。これあえ 2.25 倍だよ、そうだよね、 2.25 倍だよね、うん、っていう感じです。はい、ちょっとかなりざっくりですけど、ぜひぜひちょっとやってみたい方は、やってみたい方というかまだクリアしてない方はぜひクリアしてください。で一応船なんですけど、船もねもうだいぶ前に出た船をなんかこうペチャペチャ喋ってもねどうしようもないと思うんですけど、だいぶ前だからね、一応マックスしました。で 1.25 倍で、単体軸がついてたんですね、これ知らなかったな。でまあ 1.55 倍という感じでございます。まああとはやっぱ黒ひげの超進化、まあそこ待つしかないかなっていう感じですね。うん、あと本当雑談だけどすごいです、楽しみですね。もう石がめっちゃ溜まってるからね。あとなんかトリクルのアイコンも変わったよね、といい感じに変わってますね。あもうこの大感謝セール、もうこれ絶対買っちゃうでしょ、これもう絶対買っちゃいますよ、ちょっとマジで楽しみ。ちょっと動画出しますんで見てください。楽しみ楽しみ、本当動画撮るのが楽しみ、ガチャ引けるからね。はい、ということで、ちょっと徳の森に関してはなんかもういいよね、今後徳の森多分出さないと思います。で最後に一応ボス戦だけ動画撮ってあるんで、ディズニーやりながらこう撮った動画あるんで、それだけちょっと最後に流すんで、エンディングの後見てください。ということでまた動画やるんでまた見てね、バイバイ、またね。